ローカル、地域密着のコミュニティ FM 局と RKB ラジオがコラボしてエリアの魅力をどんどん発掘。ディレクターカメラ目線ちゃん、スターフォン FM がある築城町周辺の魅力に迫ります。ディレクターの富永です。今回もですね、スターコン FM さんの放送エリアがあります福岡県宮古町にお邪魔しております。で今回もですね、ご登場いただくのはこちらの方です。お願いします。はい、宮古観光まちづくり協会の水上と申します。よろしくお願いします。お願いします。今回はどこに連れてってくれるんでしょうか。はい、宮古町犀川駅の近くにありますですね、はい、おたふくさんという古民家スタジオカフェなんですが。古民家スタジオカフェ、はい、もともとということは民家なんですね。そうです。でなんかおしゃれにリフォームされてる雰囲気がありますけれども。そうなんですよ。最近移住された方なんですが。おっと、はい、先週の放送で西楽寺さんにお邪魔しましたけれども、そういうお話ありましたよね。あ、わかりますか。つながりましたか。つながりましたね。移住ってお話ありましたよね。はい、安倍さんからまさに移住されて、移住された方がこちらで、はい、ですね、平成筑豊鉄道さんの犀川駅2周前になりますかね、サイクル楽しんでこちらに到着しましたけど、本当にもう歩いてすぐですよね。はい、のところにあります古民家スタジオカフェおたふくさんに、じゃあ早速水上さんと一緒にお邪魔したいと思います。はい、うわ雰囲気いいですね。あら、こんにちは。こんにちは。あら、カウンターもございまして、カウンターもね、わ奥にはですね、これいつの時代の、これまたねスタイルの素晴らしいラジオあって、奥に進みますと、あら、こんにちは。またおしゃれな移住されてきたら方ってね聞いてるんで、ちょっと後ほどですね、またあのどちらから移住されたか伺いたいんですけれども、うわー、僕入ってきてまだね数秒なんですけど、すでに落ち着いてます。落ち着かせていただいてます。この雰囲気素晴らしい。なんかね、まあ、やっぱり古民家築何年ぐらいになるんですかね。その当時の面影も残しつつ、この何と言いますか、昔あった縁側、多分奥にですね、これ今の家屋には見られないような作りです、障子ですね、はい、これなんか当時のものをそのまま作ってらっしゃるように思いますけども、そこをですねソファーを置かれたり、従来の襖はそのままにして、カフェスタイルをですね作ってらっしゃるおたふくさんでらっしゃいます。はい、でこちらに立たれている方、私先ほどですね素敵なおしゃれな方がいらっしゃるというふうに申し上げましたが、すみません、自己紹介をお願いします。はい、はじめまして、古民家スタジオカフェをやっております、はい、代表の太田と申します。太田さん、はい、代表でいらっしゃいますね。あ、そうですね。うわー、でも奥にですね、はい、太田さんおしゃれな理由分かりました。分かりました。分かりました。下記ご依頼受けたまわりますって書いてるところに、これ太田さんデザイナーさんでいらっしゃいますね。そうですね、ロゴイラストデザインであったりオーダー、家具も、家具も使ってますね。作ってるんですか。はい、こういった、これ目の前にある家具って太田さん作ったんですか。そうですね。横で水上さんがとおっしゃるんですけどね、びっくりするぐらいクオリティ高いんですけど、もちろんそれはプロでいらっしゃいますから当たり前でいらっしゃいますけども、それから写真動画撮影も編集もされると。そうですね、イベント出展、イベントコラボグッズ、看板表札制作ってことは、もしかして入り口の看板も、そうですね、今表札も、はい、ね、いただいてます。依頼いただいてるものがあったりとか、はい、うわ、カフェもやってて、もともとはじゃあデザイナーさんでいらっしゃるんですか。そうですね、もともと描いたりするのがすごい好きでですね、はい、で、まあ、普通に、まあ、そういう仕事についてたわけじゃないんですけど、はい、そのもう趣味から、まあ、今は仕事になって、はい、そうですか、やらせていただいてます。じゃあその上に着られてるアウターの胸におたふくって書いてあるじゃないですか。はいはい、これはもう自分 が、はい、デザインして、やっぱりで制作までしました。制作までしたんですね。あ、そっか、これ全部できるんですよね。そうですね、全部で。それでですよ、はい、ちょっと奥にカウンターの奥見ますと、これアンティークのものが多いように感じるんですけど。そうですね、これはどちらから。もともと自分が古いものが好きでですね、はい、まあ、この古民家カフェ始めたのも古いのが好きで、はい、まあ、始めたんですけど、はい、まあ、古いものもいっぱいあの前から集めてまして、でそれを今こうインテリアとして飾ってる感じですね。僕なんかの世代でいくと、もうじいちゃん家にあった古時計といいますか、はい、ボーンボーンってなるやつですね。ああ、そうですね、なりますね。
大きなノッポの古時計的なものの下にはですね、これ何時代の電話ですかね、これ見たことない電話の形ですよ ね、 これね。そうですね、多分今の人、若い人とかはもう絶対知らないと思いますね、はい、もう一回ちょっとね奥に行きますけど、はい、これちょっと土間的な、ね、下は雰囲気で、はい、ここももともとちょっと床があったところなんで、はい、自分が土間にしたくてですね、もう土間にしたくてこう床落としたりするのはちょっと大工さんにお願いします。そうでしょ、そう触った分ねすごくおしゃれに天井も高その分高くなってますね。ああそうですね、高く見えますね。それでですね、はい、移住の話に戻りますが、はいはい、太田さんも移住されてきたと、はい、先ほど西楽寺さんの移住職の安倍さんからですね、はいはい、そういうプロジェクトを今宮古町さんがやってらっしゃると聞いて。ああそうですね、ちなみにどちらから移住されてきたんですか。もともと宮古町の横の行橋生まれなんですけど、はいはい、もう学生の頃は北九州小倉の方でちょっと過ごしてまして。そうですか、はい、でそれでまあ社会人、まあ、11年働いて、そうですね、ずっと古民家が好きで、うんうん、こういう古民家探しててでもうここに宮古町にたどり着いた感じですね。そうですか。でですね、ここからもうちょっといろいろ話聞きたいんですけど、私ちょっと座らせてもらって、あどうぞどうぞ、座ってからの雰囲気もちょっとね、はい、楽しみたいなと思うんで。いや今ですねテーブルにちょっと座らせていただいてるんですけど、ここからの景色すごくいいです。ありがとうございます。いや本当落ち着くし、この時代なんかタイムスリップしたような感覚ですよね。あそういうイメージして、はい、はい、で今宮古町に住まれて何年ですか。今年の12月で2年になります。はい、2年、はい、住まれていかがですか。いやもうまず地元の人がすごい声かけてくれてですね、はい、あと学生の知らない学生とかも、はい、挨拶大きな声で挨拶してくれたりするんで、もうすごく住みやすい街だなって感じてます。なるほど。ご結婚は？はしました。お、はい、されてるんですね。してます、はい、で子供が1歳の子供が、お子さんもいらっしゃって、はい、あそうですか、はい、ちょっと結婚式は挙げてなくてですね。あそうか、2年前だからちょっとコロナ、そうですね、そういうのもあって感じですね、はい、で一応まあ自分たちで写真撮ったりとか、はいはい、記念に写真撮ったりとかはしたんですけど、はい、結婚式はまだ挙げてないんですよね。あそうですか、はい、結婚、あれちょっと待って、あれ結婚式というとですよ、先週の放送で西楽寺さんの安倍さんがなんか結婚式をお寺で挙げるみたいな話ありましたけど、覚えてらっしゃいますか。そう、その挙げられる方というのが太田さん。つながってますね。ちょっと待ってください。え、西楽寺さんで結婚式挙げられるのは太田さんなんですか。そうですね、実はそうですね。あそうですか。はい、ちょっとご縁があって。え、いつ挙げられるんですか。11月の23日ですね。今月ですね、はい、もうそうですね、はい、すごい。え、ちょっと待って、放送日がの頃か直後ぐらいですね多分。うわ、おめでとうございます。ありがとうございます。うわ、まさかの。そうですね、つながりました ね。水上さん隠してましたね。すみません、もったいぶってすみませんでした。いやいや、ナイスサプライズです。はい、わ、そうですか、それは楽しみですね。はい、あもう楽しみです。どんな式にしたいですか。まあ、和装がしたかったんで、まあ、和の感じでちょっとやりたいですね。和にするから今太田のヘアスタイルはです、ね、ちょっと長いですか。です、ね、まさかの侍スタイルとかじゃないですね。和と言っても、ちょっと侍スタイルですね。絶対似合うと思います、はい、あ本当ですか、うん、ありがとうございます。古民家スタジオカフェおたふくさんなんですけど、はい、オープンはいつされたんですか。オープンが今年の4月ですね。4月、はい、あじゃあもうまだまだ半年ぐらいですか。そうです ね。でももうコロナの関係でもうまともに営業できてなかったですね。そうですか、はい、ちゃんとランチメニューとか出せたのももう最近ですね、はい、あなるほどですね。ちなみにおすすめのランチメニューっていうのを教えてもらっていいですか。今がキーマカレーのランチセットになります。いいもちろん太田さんの手作りで。あそうですね、はい、ここがおたふくのキーマカレーだよみたいなのありますか。お米の硬さから、あとキーマカレーは、ちょっと肉をいろいろ食べてですね、で結局たどり着いたのが地元のちょっと精肉店さんなんですけど、肉肉しいキーマカレーになってます。うわ今聞くだけでよだれが出そう。コーヒーがですね、はい、ちょっと自家製じゃないんですけど、ええ自分がお店始める前から、はい、ちょっと大分の方でですね、はい、ちょっと好きなコーヒーがありまして、はい、コーヒー屋さんがありまして、はい、
でそこはあの自分から自分で豆を引いてですね、はい、あと販売までされてるんで、そこのコーヒーを使わせていただいてます、はい、結構カレーとコーヒーって相性いいですよね。はい、合いますね、うん、やっぱカレー食べた後のコーヒーってなんであんなに美味しいのかなとか。あ、そうですね、ランチセットはあのデザートとコーヒーつくんで。うわ、最高じゃないですか。はい、ぜひ味わってください。実際に太田さんこうお店にいらっしゃって、はい、この辺好きだなみたいなあります？ですね、最近だとですね、さっき言われた縁側ですね、うんうんうん、縁側にちょっとしたちょっと落ち着けるスペースを今作ろうかなって思ってまして。ちょっと見えてますね。そうですね、テーブルが。おお、わ、そうですね、わ、これテーブルだ。そうですね、それは手作りで、はい、これも手作りです。何でも手作りですね。わ、これいいな。ちょっと配置屋っぽい感じで。そうですね、テーブル本当作られてますね。うん、ここお庭が見える感じ。そうですね、庭にはモミジを植えたので。モミジ、はい、これからの季節最高ですね。あ、もう最高ですね。すごい。例えばこの雰囲気気に入ってお客様が、はいはい、なんかこういう椅子作ってほしいよとか、このテーブル同じようなの欲しいよってオーダーしたりした場合はどうしたらいいんですか？その場合は、はい、まあお店でコーヒー飲みながらでもいいんですけど、はいはい、まあ電話でも、はい、問い合わせしてもらったら一緒にもうオーダーメイドで。そうですね、この長さで欲しいとかですね、この幅で高さで欲しいとかっていうのが。そういうオーダー OK なんですね。あ、大丈夫です、はい、いや、こう背中にこう当たる感じがね、これちょうどフィットしますもんね。あ、本当ですか。こう見た目も形状としてすごいシンプルなんですけど、うん、機能性にもこう長けた感じがして。あ、本当ですか、ありがとうございます。逆にずっと痛くなるんですけどいいんですかね。ずっといちゃう感じがするんですけど。あ、もうそんな感じ。もう家と思って、ね、あの過ごしてもらったら座ってしまいそうな雰囲気があるんですけど、はい、うん、今ちょっとまだ形にはなってないんですけど、ちょっと思いとして、子供たちがよく来てくれるんですけど、やっぱそういう子供たちが集まる場所が今少ないのかなって思ってまして、知らない人の家に行ったりとかですね、そういうのが今できないちょっと世の中になってきてるので、うん、まあ、このお店でですね、親とかも知ってもらってたら、あ、もうそこのお店でだったらいいよとかって言ってもらって、ちょっと学習支援じゃないですけど、そういうのができたらいいなって思ってます。昔はね、はい、やっぱどこどこのお宅で行っときなさいみたいなのありましたけど、今はね、ちょっとご時世的にちょっといろいろね、はい、ありますけど、そういうとこあるとね、安心。古きね、はい、良き時代にそういい文化っていうものがね、やっぱそうやって若い方がまた継承していただけるといいんじゃないかなと今聞いてて思いましたけど。あ、本当ですか。はい、今回はスターコン FM さんの放送エリアであります福岡県宮古町にお邪魔しました。太田さん、水上さん、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、それちょっと当ててもらっていいですか。わー、いい、かわいいな。もうお買い上げでしょう。ありがとうございます。これちなみにおいくらですか？これが2500円です。安い。災害時にライフライン情報などを共有する北部九州山口災害情報パートナーシップを結ぶコミュニティ FM13 局と RKB ラジオがコラボして、それぞれの魅力を発掘するローカル。次回もお楽しみに。